ども、まあ、皆さんたまに読んだことあるかもしれない wordpress.org の日本語版 のブログの記事の翻訳とか、あと、まあ、中川さんと一緒にコミュニティのお手伝いを最近させていただいたり、そういうことをしてます。あと、後ろのワードプレスとね、ジェットパックというコマースの会社のオートマティックというところで国際化の仕事をしたりしています。あ、高橋俊一と申します。よろしくお願いします。はい、じゃあ行きましょうか。大丈夫ですかね。はい、はい、じゃあ高野直子さんと高橋俊一さんで15周年ワードプレスでできること大全です。よろしくお願いします。よろしくお願いします。今年でワードプレスが15年迎えまして、そこでこう、まあ、代表的な事例なんかを紹介したいなと思いますので、よろしくお願いします。で、直子さんの自己紹介終わったので、僕は、小説家兼ウェブ開発の高橋と申します。よろしくお願いします。で、15周年どうでしたか、直子さん。そうですね、企業、ちっちゃい企業、提供したりしました。それで、まあ、15周年ということで、ワードプレスもいろんな使い方をされてるんですけども、今日ですね、ざっくりとご紹介するサイトの分類を、紹介します。まあ、大学、政府、まあ、API の利用、先ほどちょっと紹介がありましたけども、と、まあ、多いのがメディアサイト、あとフリーランサーとか自宅開発の人を助ける使い方、そして、まあ、小さな団体などありますけども、まあ、少しずつ何点かずつ紹介していきたいと思います。まずはですね、大学、公共機関など、公的な課題にも対応しているワードプレスの例なんですけども、まあ、日本の大学で、早稲田大学というのが使ってますね。あ、そうですね。これは新田さんってご存知ですかね。 CINRA ウェブ制作会社さんが事例を紹介しているので、新田、早稲田とか入れるとどうやってワードプレスに移行したかっていうのが、詳しく読めると思いますので、ぜひ読んでみてください。なんか80個ぐらいサイトがあって、大学全体でそれを全部1個にまとめましたっていう事例だそうです。はい、ね、他にも筑波大学とか日本女子大学などでもワードプレスが使われているとのことです。で、まあ、海外ではですね、ハーバードラインのガゼットという学校新聞で使われています。これなんかあれなんですよ、ハーバード大学って確か学費高いんですよね。まあ、日本の基準で言うと、はい、めちゃめちゃ高いんで、ちゃんとしてないといけないらしいんですよ、この学級新聞で。保護者、まあ、なんていうんですか、クライアントである保護者がプレゼンを、そう、はい、見て、あ、なるほど、ちゃんとやってるなっていうふうに思わなきゃいけないらしいので、すごいちゃんとしたメディアサイトになってます。そうですね、まあ、外務的 PR というかですね、めっちゃちゃんとやってる学校新聞です。で、次のセクションなんですけども、政府行政などの高度なセキュリティが必要なサイトでも使われているワードプレスです。まあ、もしかしてご存じない方もいるかもしれないんですが、アメリカのホワイトハウスのサイトが、ワードプレスで出ています。これちなみに前はドゥルーパルだったのは皆さんご存知ですかね。ドゥルーパルという CMS で、ドゥルーパルの一番いい例がホワイトハウスなんですよ。一つドーンとこうショーケースのトップに乗っているのが、それが、まあ、最近ワードプレスに変わりましたという事例ですね。はい、で、まあ、ちょっとトランプはお好みじゃないという方のために、オバマ元大統領もワードプレスを使っています。で、まあ、日本でも、はい、安倍さんもちょっとね、はい、デザインがちょっとお察しくださいみたいな感じですけど、ちょっとオバマさん、なんか私これ改めて見たらすごいかっこよく感じたんでびっくりしたんですけども、まあ、かっこいいというかちょっとモダンな感じに、その後にこう日本はなんか日本らしい感じで、ね、誰かかっこよくしてあげてほしいで、まあ、もうちょっと日本っぽいサイトで造幣局というですね、JP のサイトですね。はい、このなんかあるんですかね、こうしなきゃいけないみたいなテンプレがですね、あるんじゃないですか。私領事館のサイト作ったことがあって、はい、なんか言われましたか、なんか昔のやつを真似して作ってくれみたいな。はい、難しいですね。そうですね。で、次にですね、 API を使ってより高機能な使い方もできるワードプレスということで、ちょっと違う感じのサイトです。サイトというかアプリですね。あ、これは今年ですかね、今年のワードキャンプヨーロッパのアプリを作ったということです。で、これは、PWA プログレッシブウェブアップという皆さんご存知ですかね、ウェブの技術でそのまんまこうモバイルアプリとして動くっていうのを今 Google が先導してこう策定中なんですけれども、それで作ったと。で、まあ、要はこれですね、このパンフレットをアプリ化したみたいな感じで、こうイベントの日をこうメモったりとか、アラーム鳴らしたりとか、あと
レストランと思って調べたりとかできるっていうアプリだそうです。で、ワードプレスもそうですね、WP の SAPI、はい、SAPI を使って作っているという感じですね。で次にですね、まあ、あまり知名度は日本では高くないかもしれないんですけども、まあ、この REST API について調べたときにすごくみんながこれについて話しているのをオンラインで見かけたので、ちょっと取り上げてみたんですけども、イベントエスプレッソというプラグインでありアプリですね。はい、バックエンドがワードプレス。はい、でこれは、まあ、iTunes のアプリストアのスクリーンショットなんですけども、はい、ワードプレス のコンテンツをこういった感じで、まあ、ユーザーにログインさせて見せたりとかできるので、自分はアプリを作らなくても、うん、ワードプレスとこのプラグインを使っていれば、まあ、こういったアプリを活用したりもできるというのを、はい、API を使ってやってるそうです。次に。はい、このアスツーさんは、確か以前、2003年か4年前の大阪か関西でしたかな、ワードキャンプでお話しされていたんですけども、REST API をバックエンドに使って、前側で、その API を叩くので、まあ、要はテーマを使ってないそうです。ワードプレスのテーマは使ってなくて、もう1メートル JavaScript でガンガン書いていて、で、まあ、こういうのね、なんていうんだっけ、フルフロント、フルバックエンドなんちゃらっていう言い方があって、はいはい、なんかそういう言い方があって、結構なんていうんですか、ワードプレスを入稿専用システムとして使う。で、テーマはもう、全然別のもので作るっていうのが結構やるところが増えてきている印象です、はい、ね、まあ、PHP に限らずフロントが書けるそうですね、はい、で日本の事例なんですけども、今回スポンサーにもなっていただいているクックビスさんのフュージョンというサイトです、はい、フュージョンフュージョンフードとフュージョンを合わせた、はい、これは、まあ、先ほどのアスツーさんの事例とかと同じで、バックエンドとしてワードプレスを使っていると。で、表側でデータを取るのは Vue.js を確か使っているという話を以前ワードベンチ東京でお聞きしました。ボーテンさん、今一緒でビスマークを出しているのが、はい、そうですね。なので本当のとこどうなのみたいなのが、もし懇親会とかでチャンスがあれば聞いてみると、私たちにも詳しいのはそうですね、僕らは作ってないんで、はい、本人に聞いた方が早いと思います。はい、ということで、まあ、これからも日本 の事例などもあれば紹介していきたいんですけども、はい、そうですね、その後次のセクションですけども、まずはメディアサイトですね。メディアサイトを作るのにもなくてはならない存在みたいになってきてるんですけども、そのワードプレスなんですが、まあ、こういった感じで、まあ、ちょっとロゴだけ紹介しますけれども、もう各種メジャーな、まあ、国内外ですね、いろんなメディアで使われています。はい、これ日本の事例ですかね。両方ですね、はい、他に有名なのはニューヨークタイムズとかそうですね。そうですね、はい、確かに、はい、あと、まあ、先日、ニュースピックスの会社に買収された、メディアとかもワードプレスで、はい、できてるんですけども、うん、はい、まあ、これニュースサイト系はかなりもなんていうんですか、スタンダードの地位を占めているという感じです。そうですね、はい、でも小さいサイトだけじゃなくて、もちろん個人のブログからこういった世界的なニュースサイトっていうのは、例えば大きな災害とかニュースが起きた時、まあ、あとは例えばスーパーボールとかですね、フットボールの世界的に有名な試合ですけども、そういう時ってすごいトラフィックが増えるんですね。もう世界中のサイトのうちの一番負荷が高まってるサイトみたいになるんですけども、そういったものもワードプレスは結構ノウハウが増えてきてるので、結構処理できるようになってきてて、はい、で、まあ、小規模規模の会社から大規模まで、同じプラットフォームを使えるということで、まあ、多様性というか、個人だけじゃなくて大きい企業でも使われている、はい、でこの MIT テクノロジーレビュージャパンというのは、ご存知の方いますかね。テック系のニュースメディアで、海外のやつを翻訳したものが中心なんですけども、面白いのが右上に無料登録出てるじゃないですか。で、これは有料登録制のサイトなんですね。で、これ何で使ってるんですか。ウーコマースの。ウーコマースの、はい、メンバーシッププラグイン。はい、メンバーシッププラグインです、はい、で、ウーコマースで会員権を買うと記事が読めるようになるというような仕組みになっています、はい、
で、まあ、日本では角川書店は作ってるんですけども、まあ、そこの、この事例がですね、ウコマースの、ショーケースっていうセクションがあって、そこにも紹介されてるんですけども、そこで使われているプラグインが全て一覧で見えるようになってます。じゃあ同じことはできますね、そこを見れば。そうですね、機能的には。はい、そうですね、はい。次のメディアなんですが、あ、これは僕が無理やり入れたやつです。マニマガジンっていう出版社があってですね、ちょっとモザイクかけてるんですけど、コンビニで封がされて売ってる本の出版社さんですね。で、ここはウコマース使っていてですね、そのなぜかっていうと、そのプラットフォーマー、まあ、要するに、Amazon とか、まあ、そういう楽天とか、そういうプラットフォームで売ってるわけですよね、普通の本っていうのは。でもある日突然こう、今ってその表現規制問題とかどんどん厳しい方向に流れていっているので、ある日突然もう君のところは売らないよと言われる恐れがあると。だからワードプレスだったら GPL なんで自由なわけですよね、使用目的が。なのでやっているという事例を聞きまして、へーと入れました。なのでリンクはつけてないんですかね。頑張って検索。ここだけリンクがついてない、頑張って検索してください。はい。次にですね、フリーランスとか自宅の開発を助けてくれるワードプレスということで、まあ、ここにいらっしゃるフリーランスの方も多いかもしれないんですけども、最近はですね、まあ、この3階高原ホテルさんみたいな感じで、はいはい、これは HTML を全く全然知らない人が作ったんですよね、はい、確かデザイナーさん、まあ、コードを書かないで作ったんですよね、はいはい、でこれはなんか、ワードベンチ東京でしたっけ。そうですね、5月に、イベント地域のイベントで、このスピーカーさんが来てくださって、まあ、ページビルダーの、はい、ビーバービルダーというのを使って制作されてました、はい、で熊本で、まあ、こういったそのページビルダーというプラグインで、そのウィジビルというかですね、コードを書かないサイトをたくさん作られていて、旅館のサイトとかホテルのサイトなんかをたくさん作られているそうです、はい。でまあ、こういった感じで、先ほどはまあ、ビーバービルダーというのをご紹介したんですけども、他にもサイトオリジンとか、まあ、エレメンターというのも結構人気があったりとかしますけども、こんな感じで、はい、ページビルダータグというのでたくさんあります。今エレメンターとビーバービルダーは特に人気がありますね。そうですね、なんかこの2つが結構熱い感じですね、はいはいはい。で次の事例なんですけども、これは、まあ、自宅開発者会社を、株式会社 MGN さん、これまたスポンサーなんですけども、が、作られたという事例なんですけれども、東京ビアウィークです。これはビールの、まあ、店舗情報、屋台の情報ですかね。あ、違うか、店舗情報か。店舗と、はい、まあ、そのイベント中に行ってほしいビール屋さんの情報を自分で登録できるんですよね、お店側が、はい、でその自分で登録できるっていう部分は別に PHP とかで一生懸命書いたんじゃなくて、既存のプラグインを利用して、作っちゃいましたと。で、すごい早く作ってきたんですね、うん、なんか1ヶ月ぐらいちょいでできた、1ヶ月半ぐらいで、はい、作られたそうで、ということなので、別に何て言うんですか、PHP とかめちゃめちゃ詳しくなくても、そういった割と、まあ、UGC 的な複雑なコンテンツも作れますよという事例ですね、うん。まあ、そうですね、こんな感じで、まあ、ただワードプレスを単に使って普通のサイトを作るんじゃなくて、いろんな使われ方が最近広まってるかなと思います、うん。ユーザーに投稿させるっていうのはいいと思います。ブログだけじゃなくて、ブログだとこう発信者側が入稿しないとサイトが成長しないんですけど、みんなにこうやってもらうとすごい成長する可能性があるので、ちょっと工夫してやってみると面白いことが起きるかもしれません。で、まあ今回のイベントの、トピックでもある小さな団体のエンパワーメントやマネタイズを支えてくれるワードプレスの使い方ということで、まあ、ちょっとテーマを選んでみたんですけども、これは、チャリティー団体向けのテーマが、公式ディレクトリーの中にあるということですね、はいはい。なんか教会とかもありますよね。そうですね、教会とか学校とかのためにデザインされたテーマっていうのがたくさんあるんですね、はい。日本だと何ですかね、教会って。教会、お寺ですかね。お寺はい、とか、まあ、町内会とか、はい、まあ、そういうコミュニティのなんか団体的な、PTA とか、PTA とかあるといいんじゃないでしょうかね、はい。なんで、まあ、チャリティーとかスクールとかノンプロフィットとか、そういったローマ字で検索になるんですけども、見てみると、こういった感じで、まあ、これってデモ用の画像なんで、すぐにこういうのができるというわけではないかもしれないんですけども、まあ、こんな感じで、無料のテーマ
マが多数あります、次はですね、クラブキャピタル B です。これは僕がやっているキャピタル B というブログ のサブスクリプション機能ですね。ダウンロードというサイトを使っています。まあ、ライセンスキーを発行すると毎月お金をもらって、で僕はその毎月お金を引き落とす部分は全く何も作っていないので、そのライセンスキーが合っているかどうかしか確かめていません。なので割と簡単にできちゃいます、はい。次はこちらもテーマなんですけども、スノーモンキーテーマも最近サブスクリプション型に移行したということで、はい、ウーコマースとストライプで販売しているそうです。あとですね、ウーコマースサブスクリプションという有名な、あ、そこにいますけど、あれがスノーモンキーを作っています。はい、その会費を請求するプラグインというのがあって、それを使っているということですね、はい。でそれで、まあ、次はこれはどういったプラグインとかではないんですけども、田舎フリーランス養成講座というサイトがありまして、はい、でこれは千葉県の金谷市というところにある、まあ、コワーキングスペースとかといろいろ絡んだ一連のそういった田舎でビジネスを創造していこうというようなところがワードプレスで発信しているというところですね。で、まあ、ワードプレスで発信しつつワードプレスの使い方とかを教えたりもしてて、はい、本当に一人一人にこう力をつけるために何ができるかっていうのを一緒に進めてるみたいな感じで面白いなと思いました、ということで事例はここまでなんですけども、まあ皆さんももしワードプレスを使ってこれから成長していくというか何かをしていくのにあたっていくつかちょっとヒントを3つほど考えてみましたので、はい、ご紹介します。一つは協調型メディア。そうですね、ブログっていうとこう個人が書いた人気っていう感じになってしまいますけども、まあ、マガジンっていうと、まあ、雑誌だとすごい編集者がいてすごいライターがいてっていう感じになってしまいますが、それならもうちょっとね、緩い、熱心にブログを書ける人が 2,3 人集まってメディアっていう形を取るといいんじゃないかなと思っています。特にニッチなジャンルで、いいんじゃないかなと思いますね。でこういうパブリッシュプレス、これ元々のエリートフローっていうプラグインの人たちがこう移行した形になってるんですけど、まあ、要するに共同編集やるときに書いて公開するときに承認とかなんかいろんないついつまでこの記事を上げようとかそういった機能が必要になっているので、それが入っているという感じですね、はい、はい。で次のアイデアなんですけども、リアルビジネスとウーコマースの統合。これなんかさっきダモンテさんが結構話していたので、まあ、要はああいうことですね、をやりましょう。で別にご本人が別にそんなに、プログラマーでもエンジニアでもないよって言ってたので、まあ、いい例だったんじゃないかなと思います。で、まあ、例えばなんですけども、施設予約プラグインというブッキングスっていうのがあるんですけども、うん、これで、まあ、ホテルの会議室を予約したりとか、ホテル会議室を予約したり、あと、まあ、フリーランスとかコンサルタントとか自分の時間を売ったりみたいなこともできたりします。はい、でこの新品用っていうのはワードプレスに対応今してないんですけども、まあ、例えばなんですけどこういう倉庫と発送を兼ねたサービスがこのように存在するんですね。でウーコマースで注文を受けたらその倉庫から発送しといてもらう、つまり在庫は手元にないっていうことが、可能になったりします。そうすると大きい店舗を構えていなくても、維持ができるという感じですね。まあ多分そのうちこういうのが出るんじゃないかなと思いますけども、出てほしいんですね。海外だとあるんですね、こういうの。いっぱいありますね、はい、これからですね。で、まあ、最後に個人ブランディングということで、はい、でさっきの、ダモンテさんと逆パターンで、個人のブランディングのためのものとして割り切って、使うっていうのもありだと思います。別にブログも書かない、ブログ書くって実は特殊能力なんでね、結構大変、続けるの大変ですね。意外と書けないなっていうことで皆さん気づいたりすることがあると思うので、書かなくてもいいと。で自分のサイトのコンタクトポイントとして考える、まあ野望みたいなのがあれば、まあ、自分は僕だったら、まあ、高橋文子.comってサイトを持ってるんですけど、そこは、自分のコンタクトポイントになるようにしているという感じですね、はい。でメールチンプとかがプラグインであるんですけど、メールチンプって知ってる方いますか？あ、結構いますね。メールチンプは要はメルマガサービスです。で僕は適当にプラグインを 2,3 個入れてみたんですけど、それだけでこう僕のブログから去ろうとするとですね、止めるっていうすごい機能が実装されるんですよ。でちょっと鬱陶しいなと僕も思ったんですけど、ただこれをやっておくと登録ユーザーは増えてくるんですよ、日々。なぜか。で、まあ何も起こってないんですけど、送ることがないので、
ートビジネスを考えている人はそこでいろいろ送って、あ、じゃあ10人脱落したからダメだったんだなとか工夫すると、いろいろマーケティングがはかどるんじゃないかなと思います。そういう積み重ねでマーケティングもしつつ個人ブランディングをしていくみたいな感じですね。でもこれ、あの、このうざいやつはもう流行ってないってこの間 Google のイベントで言われたんで、まあそうですね、あまり嫌がられる結構ありますね。去年まではなんか流行ってたらしいです、うん、何が何でも値上げを取るって流行ったらしいんですけど、最近それはちょっと GDPR GDPR あ、そうですか、ね、リスクが大きいのといけてないねみたいな感じで嫌われ始めてるそうです、はい、うん、なるほど、まあ、そういうトレンドも追いつつ頑張っていかないと、僕がいいって言ってたって言わないと一例です、やってみたっていうことです。はい、ということでまとめに入りたいと思いますが、まあ、ワードプレスはですね、利用者の規模とか技術レベルとか予算とか用途とかに全く関係なく誰でも同じツールを一緒に使えるということですね。それで、まあ、そういったことで、まあ、そんなたくさん の、 多様なユーザーによるアイデアや技術が共有されるっていう、まあ、いい循環が始まっているのかなと思います。で、先ほどもそれこそダモケさんも、まあ、中川さんも、エルマデザインさんも言ってましたけども、本人がこういうふうにしたいっていうのをやる、それを実現する手助けするためのツールなので、その思いがすごい重要なのかなって思います、うん、じゃあこ の、 今回の今日 の、 私たちの、トピックはワードプレスはできることって何だろうっていうことだったんですけども、まあ、まとめますと、まあ、ウェブを通じて自分たちで未来を形作っていくことなのかなと思っています。はい、まあ、ワードプレスは皆さんが手でやってたことを自動化してブログにしてとかサイトにしてくれるツールでしかないので、その手間が省けたことで他に何かできるかもしれないし、その他の人の手間を省くことでその他の人の手伝われてるかもしれないし、そんなことを思うとすごい夢が広がるというか、なんかワクワクするかなと思いました。そうですね、はい、うん、ということで、はい、なんかちょっと時間余りましたね。そうですか、3分ぐらい余ってますね。25分までですよ、わかんないですけど、あと3分、すいません。はい。ということで、じゃあ、一回、こんな感じで締めまして、もし何か、今まで、お話した中で何かありましたら。質問とか、はい。ありますか。じゃあ、会場で質問ある人、多分1つか2つぐらいしか受け入れないと思いますが、誰かありますか。完璧だそうです。大丈夫です。じゃあ、なんか、はい、そうですね。なんか、ありますか、こんなのやったらどう。あ、どうぞ。ありがとうございました。